はい、こんにちは。物欲ない外人モンモンデオです。今回ね、めっちゃワクワクしてる商品ご紹介いたします。炭酸水メーカーです。炭酸水メーカー、皆さんご存知ですかね。手軽に家庭で炭酸水が作れるというものになります。少し前にね、流行ったというか出だしてからしばらく経っておりますけれども、今回紹介するのはドリンクメイトというところから発売されているマグナムシリーズグランドという最強炭酸水メーカーでございます。炭酸水メーカー結構いくつか販売されているんですけれども、その中でも市販を超える炭酸強度、強炭酸が作れる、水以外も OK ということで、ジュースなど日本酒、さまざまな飲料が炭酸水に変化するというね、非常に評価も高い炭酸水メーカーです。ガスはカードリッジタイプといって、手のひらサイズのガスカードリッジを交換するタイプ、1リッター1個1リッター作れるようなタイプのものと、今回のようにこのように142リッターも作れる、ガスシリンダー、まあ、ボンベですね、ボンベ対応しているものが大きく2種類あります。頻度にもよるんですけれども、だいたいねこれ3ヶ月とか持つようなので、交換の際は購入したものと交換して配達員さんに持って行ってもらうという結構手間がかかるんですけれども、まあね、結構長期間持つので、そのタイミングさえ合えばこのあたりのデメリットっていうのは問題ないかなと思います。一番のデメリットはこのガスボンベの入手性かなという感じです。では早速開封して作ってみたいと思います。パッケージ開封しました。思ったよりね大きい感じです。内容見ていきましょう。このように取扱説明書、保証書と、そしてこちらが専用のボトルです。これはペットボトルとか使うのではなく、圧力が結構かかりますので、このように付属の専用ボトルで炭酸水にしなければいけません。しかもこのボトルは期限がありまして、今これ、ね、製造年月日から4年の印字がされてます。2024年の4月までって書いてあるんですけれども、自分でシールで2年間このボトルは持つようですので、このように2022年の5月とラベルを書きました。劣化してくるとのことなので2年経つと交換です。そしてこのようにボトルと、上にはインフューザーといって圧力を逃がすためのこのような蓋があります。あとはこのように保管用のキャップが付属しています。そして本体ですけれども、このようにそこそこの高さを持ってます。これから暑い夏には本当にね、炭酸水好きな方はね、重宝するんじゃないかなと思います。外観見ていきましょう。このようにね、本体ブラックです。コーヒーメーカーのようなね、一見形をしていますけれども、ここにボトルを挿す場所がありまして、この上部にはガスを注入するボタンがあります。このボタンを押してガスを入れます。そしてあとはもうシンプルです。このように背面カバーになってまして、ここにですね、ガスボンベを装着します。ちなみにこれ電源いらずで、本当にガス装着してボタンを押すだけで使えますので、アウトドアとか屋外でも使えます。ではボトル入れてみましょうか。これどうやって外すのかな。ボトル入れますので、このようにパカッとケース外します。カバーを外します。作りはね、本当にこんな樹脂のケースですね。そしてボタンでガスを注入すると、シンプルです。これ機構としては非常にシンプルなので、それを考えるとね、ちょっとコスト的には高いんじゃないかなというふうには思いますけれども、毎日炭酸水作るんであれば、ランニングコストは使うだけどん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 ね、安くなっていくかなというふうに思います。ここにガスシリンダーを装着したいと思います。ガスシリンダーはこれです。これ結構重いです。こんな感じで142リッター分のガスシリンダーが入ってます。水から炭酸水、オレンジジュースだとオレンジソーダ、ワインだとスパークリングワイン、気の抜けたビール、コーラもこの炭酸を入れることで復活すると、何でも使える万能な炭酸です。ビニールを取ってこの青い蓋も外します。そうしますとこのようにボンベの口が露出します。この保護パーツを外します。このようにボンベを差し込む穴、ネジが切ってありますので、ここにボンベを装着します。そして今回142リッター用なので、この60リッター用のアタッチメント、下のね、かさ増しというか台は外します。そうするとこんな感じで、これがないとクリアランスがなくてはまりません。外します。こんな感じで、このように下から入るようになりますので、あとはこの口に差し込みます。結構重いので注意です。このように差し込んで右側に回します。
ュッギュッとしっかりと奥まで差し込みます。こんな感じ。下はこのように浮く感じになります。いいでしょう。このようにガスシリンダー装着完了です。このように蓋をはめたら本体完成です。では早速作ってみたいと思います。このボトルですけれども食洗機とかには入れられませんので注意が必要です。水の最大は 850ml まで、これこのようにメモリが切ってありまして 850ml まで対応しています。これ以上入れると溢れますね。そして水以外はぐんと容量下がりまして 350ml です。ジュースとかはこのように 350ml 以内にしないと結構ね粘度があるので吹き出しやすいということなのかなと思います。あと炭酸が入りにくいのかな。水の場合は 2,3 回押すだけで入ると、そしてジュースの場合はもう少し回数を押さなきゃ入らないということで、このあたりのボタンの押す回数っていうのは使ってみて感覚慣れかなというふうに思います。では早速水を入れます。ウォーターサーバーから水を入れたいと思います。まずはじめに半分ぐらい、ちょっと怖いので半分ぐらいでやってみたいと思います。このようにインフューザーをカチッとくるくる回すのではなく、カチッとね一回やるだけでこのように固定されます。このように閉じてた場合は引き起こしてあげて、ここに溝がありますのでこの溝を合わせてスライドさせてあげる感じです。このようにスライドさせて、あとは押し込む、カチッと、でこのようにブラーンってなる感じです。下側は浮いている状態です。これで装着完了です。非常に簡単です。で炭酸を入れていくわけですけれども、このボタンを押す回数と時間というのが慣れが必要みたいです。押してみましょう。初炭酸水、おお。ガスが抜ける音がするまで押すみたいです。あ、この音ですね。今みたいな音がしたらガスが入ったようです。そしたら抜きます。そしてまずこの銀色のレバーを開けて空気を抜くみたいですね。あ、シューという音がしてます。ガスを抜いてます。怖い。これでいいのかな。うん、吹き上がってこないので大丈夫ですね。シューと言っております。これ音がしなくなるまで開けとくのかな。そしたら次にこの青いボタンを押します。間違えました。本当はこのガスをなじませる必要があるみたいですけども、今空気抜いちゃいましたね。こんな感じで軽くなじませてから蓋を開けるのかな。そしてこの青いレバーを押すとシューッと空気が抜けますので、これで完成です。あとはここ外しますと炭酸水ができているというお手軽です。では注いでみたいと思います。しっかりとこのように泡が出てます。すごい。いや、これはすごい。本当に市販で売ってるようなウィルキンソンの強炭酸よりも強いか、それぐらいの炭酸ですね。あ、これいいですね。想像以上にキリッとした強炭酸で本当に美味しいです。うまし。では続いてこの商品の特徴である水以外のジュースでトライしてみたいと思います。アップルジュース 100% でトライします。これでアップルソーダが簡単に作れます。水以外の場合は最大 350ml までなので、 350ml までの栓、まあ、ちょっとこれぐらいにしときましょう。そんなガバは今飲めないので、まあ、このぐらいですね。コップ一杯ちょいという感じでしょうか。ジュース入れます。アップルジュース入れました。そして先ほど同様にこのインフューザーを装着してボトルをセットします。あとはガスを入れるだけ。このように結構吹き上がります。まだシュート落としませんね。結構入れなきゃダメですね。あ、音がしました。わかりやすいです。シューという音がするのでタイミングがわかりやすいですね。外しまして、まあ、軽くなじませます。
そして吹きこぼれないように、銀色の蓋を開けまして、あとは青いボタンを押します。このように結構シュート音がします。抜き切ります。完全に音がしなくても大丈夫そうですね。あ、手軽ですね。そしてこれを洗えますので清潔でいいですね。ではアップルソーダ、おお、おお、いいんじゃないですか。こんな感じ、めっちゃ炭酸炭酸してます。ではいただきます。おいしい、ハマりそうです。本当においしいです。強炭酸が苦手な方は、先ほど注入するボタンの回数とか時間を少しね緩めるというか調整することで微炭酸も作れそうな気がしています。自由に炭酸を入れるということで、このようにカルピスウォーターをカルピスソーダにしたり、気の抜けたコカ・コーラを復活させたりすることができますので、トライしてみたいと思います。このように気の抜けたコーラ入れましたけれども、もともと炭酸が入っているので、ちょっと容量どれぐらいにすればいいかわからないので、一応 350ml 下にしました。トライしてみたいと思います。では押してみます。ガスが漏れる音がしましたので、これで完了です。さあ復活してるでしょうか。めっちゃ泡立ってます。気がねほとんど抜けてたんですけども、このように炭酸が復活しています。あー、いいですね。購入して開けたての炭酸の強度に戻りました。このように気の抜けたコーラにも有効です。次にカルピスウォーターをソーダにしたいと思います。ちょっとね少量、コップ1杯ぐらいを飲めればいいかなと思うので、少量トライです。少量もできるのも嬉しいですね。完成です。おお、素晴らしい、カルピスソーダに変身です。うん、味もカルピスソーダです。このように適量だけ炭酸水にすることができますので、1本買ってね気が抜けてしまったというようなことがなくなるかなというふうに思います。このように適量だけソーダにすることもできますので、1本カルピスソーダを買って気を抜かしてしまったということもねなくなりますので、非常に便利かなというふうに思います。保管しておきたいときはこのように付属のキャップをつけておくことで、このまま置いておくこともできるようですね。ただ炭酸抜けがちなのかなというふうには思います。いや、これはすごいですね。最初一発目炭酸水作って飲んだとき、誰もがね感動するんじゃないでしょうか。市販で買える炭酸水が家でも作れるということで、他の商品に比べて非常に強炭酸が作れるモデルですので、キリッとした強炭酸が好きな方にはもうめちゃくちゃおすすめできるモデルかなというふうに思います。若干本体が大きめなのと、ガスシリンダー交換式ということで、そのあたりの手間はありますけれども、まあ、1回変えるだけでね長く持ちますので、家で使うという場合には十分なんじゃないかなというふうに思います。電源いらずで、本当このボトルに水を入れてはめてボタンを押すだけの簡単ですので、誰でもできます。ガスもシュッと抜ける音がするまで短く何回か押せばいいだけなので、非常にお手軽です。マジでこれ夏に向けておすすめしたいかなというふうに思います。ペットボトルの炭酸水購入されている方、お酒好きな方、ジュース好きな方、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。ということで今回はドリンクメイトから発売されている
マグナムシリーズグランドという炭酸水メーカー、最強炭酸水メーカーをご紹介いたしました。気になっている方参考にしていただければ幸いです。今回も見てくださりどうもありがとうございます。